またま昭和31年4月21日に6歳の女の子が劇少女を秘書として団員するに及んだ。これ静子さんのこと。国の県がいつから認めてくれるやろうみたいなね、ずっとそれを待ちに待ってやね、ずっとそれで今までのお医者さんは国がやられとると間違っとったわけ。静子さん謝ってそういう気持ちでいっぱいでございます。海で育てられた僕たちはたまに魚が浮いてんの。うちは漁師だったもんだから。お前いっぱい買ってきていいですか。竹の上品いっぱい取ってたまで湯がきよったんですね。おばちゃんいっぱいね。ママイン、すぐにやりとのとば思いやったよ。言葉としては感覚障害。裁判勝っても負けてもどうでもいいの。嫌なのそういう感覚がなくなるっていうか。嫌なの。嫌なの。そんなのがもう本当にごめん。立ち上がることもできないほど打ちのめされている時に魂を撫でてもらって、もう泣いてかけです。